はーい、チョキチョキ恋苗字のみきょです。今日も動画撮っていきたいと思ってるんですけども、今日なんですけども、皆さん疑問に思ったことありませんか？俺はすごく疑問に思ってて、朝も夜も皆さん歯磨きしますよね。あれ、正直子供の頃めちゃくちゃめんどくさくなかったですか？俺はめちゃくちゃめんどくさかった。でもしないといけない、じゃないと虫歯になるしみたいな、いやいやもう夜も朝も磨いてたんですけど、歯磨きしなくても歯が白くなるっていう動画があったんですね。なんだこれ、本当に白くなるのかどうか実際に自分が試して皆様にご提供させていただきます。それでは検証を始めていきたいと思います。せーの、ショータイム。はい、やっていきたいと思うんですけど、準備するものはめちゃくちゃシンプル。デンタ、歯磨き粉、アルミホイル、重曹、100均でもうこれぐらいでかいの売ってるんで、皆様これを買ってきてください。重曹です。重曹、アルミホイルをこのぐらいの大きさに、で、ここに歯磨き粉を、歯磨き粉をこれぐらい、熟成に並べてください。これ並べたら、次にここで重曹です。と歯磨き粉の上に振りかける。もし大体一すくい、パーってかけます。一スプーンかけたら、こぼれるんだ、リーダー。これを折りたてます。折って、こう半分に折って、あとは歯につけるだけ。上の歯に、うわ、入るこれ、カカカカカ、うわ、カカカ、うん、カカカカカ、うん、ふん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 、はい、今うがいしてきたんですけども、どうですか？ニキビやば、白くなりました。でも見た感じでもそんな顔ないです。歯磨きした方が綺麗になりますってことが分かったので、あれで白くなったら歯磨きってこのようにそんなに鮮明。気になる方はぜひ重曹と歯磨き粉とアルミニウムを用意して、あの折りたたんで下にもつけて、で5分10分経ったらもう普通にうがいして白くなるかどうか試してはいかがでしょうか。まあ、こんな感じで手短に終わらせていただきたいと思っております。それではまた次回の動画まで、バイバーイ。